Bonjour, allez-y quoi? Docteur, c'est mon truc de quoi? 今日は隣の駅が大学町みたいな駅なので、そこに行ってまたショッピング、まあ、前回と何日か前に行ったのと同じところなんですけどに行きたいと思います。今ちょっと電車を逃してしまい、次の電車を待っているところです。こんな感じで待つところというか駅のホームがこんな感じで、これがベルギーの駅のホームになってます。古臭い自動販売機があり、ゴミ箱、なんかちょっと田舎っぽく見えるんですけど、割とここの駅大きい駅で、なんかみんな結構乗り換えとかするような大きい駅です。でちょっとこの駅の電車のシステムを説明すると、なんかマシンやりなり対人なりでチケットを購入して、日本みたいにピーとかじゃなくて電車の中で駅員さんが来てチケットを確認するシステムで、駅員さんが来ない日もあります。チケットを確認しない日もあるので、まあ、結構学生、悪い学生とかキセルしちゃってる人は多いみたいです。でちょっと困るのが、地元の駅から電車に乗るのになんかすごく段差がでっかいのがあって、今こうベビーカーで来てるんですけど、ベビーカーを乗っけるのが結構2人がかりでやるので大変かなっていう印象です。でなんかちょっと日本と違って嫌だなって思うのが、エレベーターがかなり奥にあることなので、違うホームに行きたい時にかなりエレベーターまで歩いて、で上に行ってあっちに行って降りて、また電車が止まってるところまで移動してっていうのがちょっとめんどくさいですって感じですね。じゃあこれから電車をちょっと待ちたいと思います。こんな感じでかなりエレベーターまで遠いです。でこう歩いて電車に乗るって結構ありますよね。でエレベーターも遅いし、電車が来ました。この段差がちょっと難しい段差、まあでも出発です。電車の中の感じ、ここはなんか自転車とか車椅子とか持ってる人の椅子に座るところみたいで、こう横並びになってます。 This is toilet up。結構広めのトイレがあります。でこれがね、ゴミ箱があります。ここには電源があって、このちっちゃいテーブルの下もゴミ箱になってます。誰かが忘れてきたやつ。でもなんかこれをここにまた座った人が読んで、またここに置いて、次また来た人が座って読んでたりとかする不思議な感じ。これがなんかエコノミークラスみたいな席で、そこのちょっと高くなってるところがファーストクラスです。さほど違いがないっていう。前回来た時に足ポキ屋さんがたくさんできてて気になってたので、お昼は足ポキを食べたいと思います。ミニピーポラー、すごい今日はたくさん人がいるね。今日は週末なので、
なんか超人気のここで食べてみたいと思います。かなり I don't take my car. I can't talk for you. なんか自分の好きなポケを作ったりこうできてるやつを頼んだりできるみたいです。ちなみに私はなんか見たことないジンジャーレモネード、なんか人気っぽいので、これとローガンはこう老眼鏡がなくて困ってます。ローガンの何これ、ローガンのビーフたたきです。で私のはスパイシーサーモン、ちょっと想像と違うけど野菜がこういっぱい入ってる感じ。いただきます。今混ぜ混ぜ中なんですけど、なんかめっちゃクリームチーズとか入っててすごいこと。ローガンのマンゴーとかベビーリーフとか入ってます。またレスプラナードに来ました。スーパーマーケットに来ました。ベルギーでは欲しいのを1本だけこう取るのは普通です。コーヒー、スタバのいっぱい、ネスプレッソがいっぱい。 Well, it's new, huh? It's チョコバーだって。チョコラビオ、チョコレートカントリー、このコットーっていうのが一番人気です。イオンとかでもこういうの売ってますか。美味しそう、美味しそう。ピーナッツキャラメル、甘そう、美味しそう、美味しそう。あ、This is super 美味しそう。 This 美味しい、It's not 美味しそう、It's 美味しい。これローガン一押し。アリゾナ、 Let's share PM。 ミルクを常温で売ってます。これ全部バター、これが生クリーム、オートゲダー、ああ、オッケー。はい、スプライト。マシュマロインサイド？ノー、インサイド、イッツミルク。オッケー。こっちはみんなチョコムースとかそういうの。はい、大丈夫。私の一押しオイコスは洋のし、もちろんバニラ、バニラのコーヒーのフォーカス、フィークハニー。 You want try フィークハニー？ あ、これも美味しい。ストラチャトラチョコチップです。これ Z
全部ヨーグルト、ギリシャヨーグルト、こっちではギリシャヨーグルトが主流なので、ここはチーズセクション、あっちまでみんなチーズ、チップス買う？チップビッグ、わあ。なんかカールぐらいでかい。これは美味しい。これ？美味しいんだって。これもこっちでは定番のバグルスっていう、ここになんかヤギのチーズを中に入れて食べたりしますとか、ブルサンとか。うん、I want to buy chips, my favorite. I buy a long time ago, you remember? クラシックバーガー、ラストワン。パプリカフレーバーがこっちらに。This ice is like pickles. Yeah, pickles flavor. とかパプリカ。We don't have this in Japan. Yeah, we don't have this. It's like 酸っぱい flavor. Sweet mayo. It's very baby stuff. Sweet mayo.見て、ピッツァハートマルゲリータアイコニックローカルフレーバー、あ、ベイビー、ディス、トーク、アンドルース、ベイビー、デイハート、サムディフレンフレーバー、モア、ドリトス、いや、ドリトス、ね、ローガンの好きな、クラカナッツ、パプリカフレーバー。ベビーフードのところに来ました。このねシリーズエマちゃん好きなので、1個初めて見るフレーバー買おうかな。今ねこれ見てたんだけど、ヨーグルト、まさかのカカオが、ちょっとカカオトライしてみるっていう、バニラとかすごいよね。これとかクリーム、ビスケット、6ヶ月から食べれるらしいし、ベイビービオもたくさんあります。これみんなタバコなんですけど、こういうふうに書いてる。ポテト、さすがベルギー、全部違う種類のポテト。はい、これを買いに来ました。量り売りのね、新しくできたタピオカ屋さん、誰も来たくない。 You want ice? Yeah. Oui. Ça te? Pour toi. C'est par carte ou liquide? En liquide. Pour 5 euros s'il vous plaît. Merci. Un budget de tapioca? Ah, et le, pour le topping des tapioca. Oui, si ils disent pas, je vais le dire. C'est un peu la... l'omelette japonaise. Ah, c'est plus que tu vas être sur le riz qui joue. Ouais. Ah. Ma, kaeri no densha ni narimashita. Hashya suru no wo matte imasu. Tapioca dou? Utsu. Utsu? Utsu. You prefer what? Gancha. てな感じで、今回も動画を見てくださってありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。